ムニスでどうしまいほらねほらねほらねHast du wohl letzte Mal noch nicht genug? Hier, nimm dies! Warte doch bis zum Ende der Platte!試合には負けたけど盛り上がると負けんだみんな本当っては元気ですか盛り上がったよマリーンズファイティンマリーンズファイティンマリーンズファイティンさあ一曲いってみようかそれではどうぞWe'll be right back.
ましてゴールドラマ人としてのバトラスを、はい、ランチャーキャスティです、はい、皆さんご存知かと思いますが昨日から、バリーンズオープニングテーマの CD が発売しました、なんともう売り切れました、マジで、マジで、あんまり作ってなかったのかな少ないんじゃんということですね、ここでスペシャルゲストをお迎えしたいと思います、今回ね、今年のマリーンズオープニングテーマ野球娯楽の歌ってくれました謎の人ね、実はですね、コートリアルというバンドの、もぎくんという方が歌ってます。どうぞそれでは、ステージの方上がってください。もぎくんはね、千葉県を中心に活動しているということで、はい、普段はどんな活動されてるんでしょうか。千葉、東京を中心に、月に3本ライブをやってます。なるほど、この歌をあ、いいっすか、あ、ごめん、知ってたから、ごめん、知ってたんだけどさ、この歌歌ってみて、なんかこう、いろんな周りの方からなんか反応とかありましたか。みんな結構この歌やっぱね、すごい知ってる人がいて、あ、その歌知ってるよっていうのが多かったですよねなんですけど、俺だよって言ったらどうでしたか。あ、それ俺だよって言うと、いや嘘でしょみたいなでそれからちょっと前の席でちょっと目指してよみたいなそんなばっかり。いや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 、今日はですねマリーさんがいっぱいいるんでね、俺がもぎ出そうと、俺が歌ってるぞと、ね、思いっきりアピールしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。聞いてください。それでは野球があるから行ってみよう。広がる世界
拍手お願いします。何か告知物とかありましたらぜひ。あ、はい、そう、向こうの端っこに自分たちのコートレイの CD がありますんで、帰り絶対予定書いててください。よろしく。そうですね、野球があるから入ってませんので。野球があるから入ってません。じゃそこだけ注意していただいてですね、ライブとかありますか。そうそう、ライブが、ね、はい、千葉でやるのが11月1日に稲毛ケーズドリームというところで、やります。みんな来い。いやちょっとあれ乱暴だな、ちょっとね。ということで、コートレイの麦君ということで、ぜひ皆さん覚えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてまたゲストいきます。次の、マリンフィールドの風、今日5回に流れました。この前ね、ここ陣頭勝利サイトでみんなで録音した曲ですけど、それを歌っているドンバルカン山口さんでしたっけ。はい、ドンバルカン山口さん、どうぞ。すごいもん。歌ってみてどんな感想ですか、この曲。はい、この曲はね、すげえ曲。でももうみんな知ってんでしょ。知ってるとかもう俺より上手いでしょ。どうでしょう。今日は多分俺より上手い歌を聴かせてくれると思います。いや、そんなことないです。そんなことない。いや、待ってください。ぜひ一生懸命歌います。最高、みんな。それでは行きましょう。マリンフィールドの風、聴いてください。どうぞ。さあ僕は、みんなは野球が好きなように音楽を信じてここに来ました。今日は野球との中でみんな盛り上がるぞ。Yeah.
じゃないですか、本当ね。せっかく歌出したのに、ほんとに。そして、何か告知本とかあればぜひ。はい。あのね、僕任天堂の DS とか知ってるかい知ってるかい、あと PSP とか知ってるかい、あ、おめえ、知ってる。あれの、歌とか歌ってるんです。すごいだろ。だから千葉に何も関係ないのここにいるんだ。でもみんなのことが大好きでーす。買ってくれよ、なんかドンボルカ山口と言いますので。ドンボルカさんですね。ドンボルカ、もう一回、ドンボルカ、ドンボルカ、略してドンちゃん、カモン。おいおい、また歌いに来るぞ。ぜひまた来たいな、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうした？キャラ濃かったな、ちょっとな。面白かったけど。ということで、グザイやってる応援歌にちょっと戻りたいと思いますので、はい。先週応援歌メドレー、ちょっといいとこ取りで、行きましょうか。はい。出てない選手がいますけど、それでは、今へ今へ
それでは皆さんお待ちかねの去年の優勝の思い出の曲、マリニスの俺ら行ってみよう、ね、また、ゲスト登場でございます、実はあれ歌ってる人はイムスマッシュのメンバーでした。はい、イムスマッシュのユリ、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。はい、このステージ2回目の登場ですけど、はい、覚えてますか？1年ぶりの歌のお姉さんです。覚えてないよそんなのね、本当にね。この曲歌ってみてどうでしたか？感想聞かせてください。いや、これね、いや今でも皆さんがすごく大切って思ってくれてるので、本当に歌わせてもらってるって感じで、今日は皆さんそろそろ気づいてると思うんですけど、この曲今シーズンあんまり歌えないですよね。じいさんがやってくれないんですよ。なんで今日全部出し切らないと公開しますよ。大丈夫ですか？絡まってますけど大丈夫ですか？ちょっと兄さんみたいに上手くないんで。ということで、なんかシーンとなっちゃいますけど、盛り上がってください。マリーズファイティー、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 行ってみよう、どうぞ。
ツアーで聴いていただきました。ね、今見たらタオルが回ってるのは結構ね、マリーンズだけじゃなくて、バファローズのタオルも結構見受けられましたね。ね、ありがとうございます。ね、本当に今日はフェスっぽいですね、本当ね。そういえば明日横浜でエアジャムがありますけどね、知らないか知ってるかな、はい、あの10年前ね、あのマリンスタジオでエアジャムってやって、こう11年ぶりに、10年ぶりかやるんですけどね、その時にあのね、あの最後ハイスタンダードっていうバンドが、あのみんなこうね、あの輪になって、あの最後こうモッシュしたの最後みんな輪になって、あの一つになって歌う歌があるんですけど、ちょっとね、僕はその曲を参考にして、最後の曲、あの歌を作りました。あの歌、今日はね、バロスさんの方、マリさんがいると思いますけども、みんなで肩を組んで最後あの歌を歌おうじゃないかということで歌ってください。マリンズが本当に好きだから歓喜のテーマでお別れです。ありがとうございました。どうぞ。
相馬と敏夫が混ざってるな、どっちやねんっていうね。はい、遅くまでありがとうございました。本当今日は、大阪交流会の皆さんと、初の対バンということでね、よかったですか、どうですか、結構面白かったね。ということで、初めてなんでちょっと僕もいろいろね、どうしたらいいかなというのはあったんですけど、ちょっともうちょっとロッテ曲やればよかったな、少なかったな。次回はあとは練習してないからできないんだけど、できないですけど、ということで最後にですね、大阪交流会の皆さんと一緒にコラボで1曲やりたいと思いますので、よろしいでしょうか。お願いします。ステージの方お借りください。よろしくお願いします。大丈夫ですか、大丈夫ですか、持ってるし、はい、団長の皆さんです。お願いします。はい、はい、そしてギターのユミさん、はい、勝手に紹介しますけどすいません、はい、そしてベースの川内くん、お願いします。はい、はい、名前覚えてないごめんなさい、よしこさん、はい、正解、大丈夫ですか。はい、ということで、また何かの機会があったら一緒に、コラボできればなと。神戸練習しないとできないですか。はい、ボーカル、谷口くんもぜひボーカルやってください、一緒に。はい、はい、ファイヤーマン谷口くんね、はい、東大阪市の商工会の働き者として言っていいのかな。東大阪の平和を持っていうのはね、僕たちの一言、市民の皆さんに一言お願いします。みんな防火に気をつけてください。ファイヤーマン谷口くん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、せっかくなんで写真撮りましょうかな。はい、CD のジャケットの写真ってなってますからね。はい、それではね、マリンズファンには、夏限定応援歌でおなじみの B ダッシュ超、今日は原曲通りの歌でカバーしたいと思いますので、みんなで歌いましょう。よろしいでしょうか。OK でしょうか。それではいくよ、どうぞ。
気づけばもう8時ね、試合終わってからもう3時間近くなってますけど、はい、こんな遅いでありがとうございました。はい、じゃ最後小田さん3本締めで応援団っぽく、明日から両方のチーム応援してくださいね、明日も試合ありますんで、はい、明日ね、マリーンズ勝ちましょうね、はい、明日は勝つぞマリーンズ、明日は勝つぞマリーンズ、明日はじゃん。っていうか、まあ、まだ入ってる、まだ入ってる。入れてください。はい。いや、ほんま呼んでいただいてありがとうございました。すっごい、楽しませていただきました。また明日からも、よろしくお願いします。勝っても負けても野球が好きやぞ。QVC マリンフィールドでお会いしましょう、週末はとっくにございません。気をつけてお帰りください。ありがとうございました。